皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。カタールワールドカップまで残り3ヶ月。いよいよ激しい代表サバイバルが始まった、という印象ですよね。そうだね。ヨーロッパ組は開幕からエンジン全開で猛アピールしているからね。確かにそうですよね。そういえば、先日から森保監督はヨーロッパ組の視察に向かってましたよね。9月末の親善試合までに代表選手たちを全員見たい、って言ってるみたいだからね。森保監督がヨーロッパにいる間は、今まで以上に活躍したいと思っている選手も多いんじゃないかな。選手の気持ちからするとそうですよね。そんな日本代表の選手たちですが、週末の試合ではどんな活躍を見せてくれたんですか？ベルギーでは上田が移籍後初ゴール。セルティックでは古橋がハットトリックと、攻撃の選手たちが大活躍してるんだけど、あの日本代表のスピードスターも、ついに移籍後初ゴールを奪ったんだよ。スピードスターとは、伊東純也のことですか？その通り、今シーズンからフランス、リーグアンのスタッド、ランスに移籍し、インパクトある活躍をしていた伊東にも、やっとゴールという結果がついてきたんだ。リーグアン第4節、強豪リヨンをホームに迎えたこの一戦に、伊東はもちろん先発出場。序盤から、持ち前のスピードを活かして、ディフェンスラインの背後に走り込みチャンスを作ると、前半19分には、カウンターから一人でボールを持ち込んでシュートを放つなど、ゴールの予感が漂うんだ。カウンターを一人で完結させちゃうなんて、コンディションも相当良さそうですね。そんな伊東に歓喜の瞬間が訪れたのが前半24分。右サイドから上がったクロスにゴール前で待ち構えていた伊東がドンピシャのヘディングシュート。これがゴール左に綺麗に決まり、強豪リヨンから貴重な先制ゴールを奪ってみせたんだ。スピードだけじゃなく、ヘディングでもゴールを奪えるところが素晴らしいですね。このビューティフルゴールには、リーグアンの公式ツイッターも、非常に高くジャンプし、美しいヘディングでリーグ初ゴールを決めた。と絶賛しているからね。試合はその後、終盤に失点してしまい、惜しくも 1-1 で終わることにはなってしまうんだけど、先制ゴールを決めた伊東の評価は、どんどん上がっているんじゃないかな。もう完全にフランスリーグからも実力を認められた感じがしますね。一方、伊東と同じく今シーズンからフランスリーグに挑戦している南野はどうだったんですか？開幕から、結構苦戦しているようですが。確かに南野は苦しいスタートになってしまっているね。今節では、パリ、サンジェルマンが相手だったんだけど、南野はこの試合でもベンチからのスタートだったんだ。強豪相手の試合に先発で使ってもらえない、というのが、まだ主力になりきれてない感じがしますよね。試合は予想に反して、なんとモナコが先制ゴールをゲット。そのままリードした状態で後半を迎えると、後半19分に、ついに南野が途中出場でピッチに登場するんだ。待ってました、ここで、勝利を決定づけるゴールでも決めたんじゃないですか？それが、交代直後に敵陣でボールを受けると、相手の近辺ベに体を入れられて簡単にボールロスと。ここで南野から奪ったボールが前線のネイマールへと繋がると、ドリブルでファウルを誘い PK の判定。この PK をネイマール自らが決めて、南野のボールロストから失点に繋がってしまったんだ。交代早々にそんなことになってしまうなんて、印象があまり良くないですよね。そうだね。その後も南野はこれといった見せ場を作ることはできず、大金星のチャンスだったにもかかわらず、1-1の引き分けに終わってしまったんだ。今節の結果で、南野の立場はより厳しくなってしまいそうですね。そうかもしれないね。本人も試合後に、もっとゴールに迫っていくところが今後の課題、と語っているからね。課題は明確ですね。まずは、1点でも決めれば少しは状況も変わるだろうから、ゴールを目指してほしいね。日本の10番のこれからの奮起に期待したいですね。そんな南野とは違って、スペインではソシエダの久保が相変わらず良い活躍を見せてますよね。そうなんだよ。開幕から2トップを組んでいたスウェーデン代表のイサクが移籍してしまったけど、そんな心配がいらないくらい、この試合でも存在感を見せていたからね。前半20分には、おとりになる動きで相手ディフェンダーを引きつけると、久保が開けたスペースに味方が抜け出して、先制点をお膳立てしているからね。それだけじゃなく、ボールもしっかり引き出してましたし、何よりこの試合でもシルバとの連携は良かったですよね。そうだね。シルバと久保はイメージが似ているのか、二人で崩すシーンもあったからね。イサクがいなくなってしまったけど、今後の試合でも活躍できるんじゃないかな。今後も期待大ですね。これだけの活躍を見せていると森保監督も久保のフォワード起用を考えるんじゃないですか？2トップは難しいかもしれないけど、もし 4-2-3-1 で戦うなら、トップ下での先発はあるかもしれないね。なるほど。
でもこのままいけば、久保がスタメンで確定じゃないですか？確かに久保の活躍は目覚ましいけど、同じくトップ下を得意とするあの選手も大活躍しているんだよね。え？久保と同じトップ下が得意で、今結果を出している選手というと、フランクフルトの鎌田ですか？その通り、前節もゴールを決めた鎌田は、なんと今節でも大活躍しているんだよ。ブレーメンと対戦した今節では、トップ下ではなく左サイドハーフで先発出場になったんだけど、この試合でも序盤から躍動し、前半32分には味方のゴールをお膳立て。そして、後半3分にはペナルティエリア内でパスを受けると、相手守備陣を引きつけてからラストパス。これをきっちりと味方が決めて、アシストを記録しているんだ。相変わらず、目に見える結果を出し続けますよね。しかも、この鎌田のプレーには、エリア内で冷静すぎる。うますぎる。といった称賛の声が続出するほど、インパクトを残しているからね。これは、久保と同じく、鎌田もフランクフルトで大活躍を続けること間違いなしですね。それが、実はこの絶好調の鎌田に対談の噂が上がっているんだよ。そうなんですか。移籍先はどこになるんですか？今、噂されているのは、ポルトガルリーグの強豪であるベンフィカというクラブだよ。ベンフィカですか？チャンピオンズリーグにも何度も出場する強豪クラブですよね。ただ、チャンピオンズリーグに出たいなら、フランクフルトも今シーズン出場しますし、この時期に移籍しなくても。今これだけ活躍しているなら、残っても良いように思えるけどね。それに、フランクフルト側も鎌田を引き止めたいみたいで。グラスナー監督も、この試合終了後のインタビューで鎌田の去就をこう語っているからね。試合前、私は鎌田が私たちと同じ道を歩んでいることに安堵した。ここ数日、彼とはたくさん話をしたんだ。彼は間違いなくうちに残るよ。チームから必要とされていることが伝わってきますね。これだけ毎試合、ゴールやアシストで結果を出してたら、移籍させたくないよ。ただ、サッカーの世界では最後まで何が起こるかわからないからね。ベンフィカの鎌田も見たい気がしますけど、せっかくならこのままドイツで活躍して、ドイツ代表の弱点を見抜いてほしいですね。確かにそうだね。ワールドカップでドイツ代表を破る大活躍を見せてから、冬の移籍で強豪に移籍する。という流れが理想かな。それが本当に理想ですね。とにかく、鎌田の動向は要チェックですね。それにしても、毎週末の試合で多くの日本代表選手が活躍するから森保監督も頭を悩ませそうだな。これだけいろんな選手が活躍してたら、誰を選んでいいのか、困っちゃいますね。でも、それだけ日本の選手たちが海外で通用している。ってことだから、確実にレベルアップしてるんじゃない？その中でフォワードの問題が本当に頭が痛い。これだけの選手がいるんだからシステムも柔軟に対応しても良いのでは？と思ってしまうのですが、多くの選手に活躍してもらって、森保監督が頭を抱えることになるのを期待しようよ。それは見たいですね。これからも、毎試合チェックして日本代表選手たちの活躍を追い続けます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。